山形仙台鹿島、浦和大宮柏川崎横浜 FM 甲府新潟、清水岩田名古屋寺大阪市大阪神戸、広島福岡2011年の J1 所属クラブの所在地この項目では2011年シーズンの J リーグディビジョン1について述べる。J リーグとして19年目のシーズン。レギュレーションにおいて特に大きな変更点はなかった。 ものの、3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所事故のため、試合日程や試合開催時間の見直しなど、スケジュールに大きな変更が生じるなどした。各クラブ初戦は3月5日6日のいずれかに行い、12月3日に終了する予定の全306戦。ただし、 A 代表チームがコパアメリカ2011に招待されていたため、後半開幕となる6月25日26日の第18節が終わってから7月30日まで中断することになっていた。しかし、東日本大震災のため第2から6節が中止、延期となり、この振り替え日程を確保する必要が生じたことなどの理由で日本サッカー協会が コパアメリカ2011への日本代表派遣を辞退。当初予定されていた集団期間に振り替え開催日を設定した。この第2から6節及び第19節の6試合を2005年以来6年ぶりにホット6の名称を使用した。鹿島、名古屋及び大阪の2クラブは AFC チャンピオンズリーグ2011との並行でリーグ戦を戦った。 2011年シーズンに J1 で戦うクラブは以下のクラブである。この内貸しは、甲府及び福岡が前シーズンの J2 からの復帰クラブである。東日本大震災の影響による日程延期のため夏場の中断期間が消滅。平日開催の試合も増え、例年以上に厳しい日程のリーグ戦となった。開幕後まず最初に飛び出したのは2年ぶりの J1 復帰となる柏と震災で大きな被害を受けた仙台だった。前年の J2 を独走で制した柏は J2 での勢いそのままに唯一の開幕3連勝でスタートダッシュに成功すると一時的に仙台に首位を明け渡した第9節を除き第4節まで首位をキープする。仙台は ホームスタジアムのユアテックスタジアム、仙台やクラブハウスが大きな損傷を受ける逆境の中、開幕から12試合連続無敗を記録し、序盤は上位をキープする。しかし仙台は、第18節で清水に、今季初黒星を喫すると、そこから9試合勝ち星なしで失速。入れ替わって柏を追ったのが、木村和志大成2年目となる、横浜 FM で、 第5節には柏に代わって首位に浮上した。また、序盤は中回に位置していた、名古屋、G 大阪の2チームが調子を上げ、名古屋は第12節から第21節まで16試合無敗の快進撃を見せ、第21節に首位浮上。G 大阪は開幕26試合連続得点かつ、開幕18試合連続失点という派手なサッカーながら、 第16節からの18試合を12勝1敗後、分けで急浮上し、第22節から第28節まで首位に立つ。第25節には、4位横浜 FM と5位鹿島の勝ち点差は12まで開き、この時点で優勝争いは、鹿島、横浜 FM、名古屋、G 大阪の4強に絞られた。終盤戦に入ると、まずは横浜 FM が調子を落とし、 優勝争いから脱落した。柏は第29節で首位に復帰すると、以後も取りこぼすことなく順調に勝ち点を重ねていく。しかし、名古屋、G 大阪も引き離されることなく柏を追走し、優勝争いは2年ぶりに最終節にもつれ込んだ。迎えた最終節、2位の名古屋は新潟に、3位の G 大阪は清水にそれぞれ勝利。しかし、 自力優勝を決められる立場にあった柏も浦和に、解消し、初優勝を達成した。J1 賞各1年目でのリーグ制覇は、J リーグ史上初の快挙となった。柏、名古屋、G 大阪の上位3チームは、それぞれ AFC チャンピオンズリーグ2012、出場権を獲得。また、優勝した柏は開催国枠での FIFA。 クラブワールドカップ2011出場権も獲得した。会チームの残留争いでは、福岡、山形の2チームが、開幕から大きく引き離されて17位、18位に低迷した。5年ぶりの J1 復帰となった福岡は、開幕9連敗、14試合連続未勝利を、喫するなどスタートに大きくつまずき、監督交代後も、劇的に立て直すまでには至らず、 第30節に4試合を残して降格が確定。前年まで2年連続で残留を果たしていた山形もリーグ最小の23得点と攻撃力不足に苦しみ、第31節に3試合を残して降格が確定した。山形は最後の6試合で6連敗を喫し、福岡にも抜かれての最下位に終わった。残る一つの降格枠は川崎、新潟。 大宮なども交えても釣れたが、終盤に入り、浦和と甲府の争いに絞られた。リーグトップの年間予算を誇りながら、開幕から講師が全く噛み合わなかった浦和は、第29節で降格圏の16位に転落するなど、崖っぷちまで追い込まれたが、15位で迎えた第33節で福岡を破り、16位の甲府と勝ち点三さながらも、 特殊点差で大きく引き離して残留がほぼ確定。最終節では敗れたもののギリギリでの残留を果たした。甲府は得点ランキング2位の17得点を挙げた FW ハーフナーマイクを軸に最後まで追いすがったが一歩及ばず1年での j に最高格となった。序盤を牽引した仙台は夏場に入って1時10分位まで順位を落としたものの 終盤戦には再び11試合連続無敗を記録し、最終的にクラブ史上最高となる4位に躍進。震災復興の象徴として大きな旋風を巻き起こした。最終更新は2011年12月3日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。1大91回転脳敗。 全日本サッカー選手権大会優勝クラブにも AFC チャンピオンズリーグ2012参加資格が与えられるが同大会優勝クラブが J1 リーグ戦上位に入った場合はリーグ戦時点のクラブに参加資格が与えられる。最終更新は2011年12月3日の試合終了時出展 J リーグデータサイト最終更新2011年12月3日出展 2011J リーグディビジョン1クラブ別入場者数 J リーグディビジョン1中期昨シーズンは J2 でプレー。ありがとうございます